逆にこう守備のところどれだけできるかというところを見ていきたいですね。はい、さあ両チームの選手がピッチに出てきました。 FC 東京にとって鳥栖でのアウェーゲームというのは難しい試合が多い傾向にあります。リーグ戦ではどのようにこうマルセル・ヒアンにつなげていくのかというところを見ていきたいですし、横山の仕掛けというところも、ね、楽しみです。東京は今日ご覧のメンバーでいきますということになります。選手がポジションにつきました。今前半のホイッスルが鳴りました。今日の最終ライン左サイドバックは丸橋です。中に入れます。荒木、荒木また前を向く。荒木から俵積みだ。ここはゴールキーパーファゲルグの正面です。荒木がボール持った時にアウトスイングになります。荒木のコーナーキック、ニアサイド、マルセル・ヒアンのクリア、コードヘッド、前を見た、木本だ、木本のシュートだ、旗が上がりました。コーナーキックのこぼれ球から木本が右足振り抜きましたが、惜しくも旗が上がりました。まあ、ここをプッシュアップした後どうですかね、残ってそうですけどね。かなり際どいところになります。ゴール、得点が認められました。木本の先制ゴールです。 FC 東京先制に成功、1対0です。さあ荒木から安西から中川のシュート、これはパクイレギブロック。ここからするとこういうところは長いボール蹴らしたいですけど、はい、ここで蹴りました。エリゲトルビザン、河原積田の裏対応する長沼です。長沼パクイレギ戻したところ、バツクのシュートで2点目。相手のミスをつきました FC 東京、松木のゴールで追加点 2-0 です。トスとしては痛いミスが出ました。まあ、ここで長いボール入った時に、まあ、キーパーにバックパスが来るんじゃないかと思って松木がここやっぱキーパーのところしっかり狙ってたってところと、まあ、ここに対してうまく反応できたってところ、まあ、トスからすると長沼のところで、まあ、このパスミス起きたってところ、まあ、こうピッチが少し濡れてるってところ、まあ水まいてたのでスリッピーだったってところがちょっとアンラッキーだったところあると思いますけども、やっぱこの立ち位置取れたところが素晴らしかったですね。まあ、トスからするとやっぱ この早い時間帯で2失点というのは非常に痛いなって感じしますし、 FC どうしてもこういう状況のカメラになりますよね。オフサイドですか。オフサイドになりましたね。オフサイドを取りました。清水隼人出身です。菊池から再び長沼、ワンタッチで手塚、手塚のクロス、マルセロフィアの向こう側、菊池や横山です。菊池から横山、そうですね、手塚ですね、はい、手塚から横山、マルセロ・ヒアンをちょっとダミーにしてファーサイドのところでアウトサイドですけど、まあ、キーパーよく触りましたね。松木から中川からコードシュート。前半は FC 東京1点リードで折り返すということになりました。中原さん、前半の印象いかがでしょうか。まあ、ルヴァンカップが後半が始まりました。両チームともに選手交代はありません。前半と同じメンバーでいきます。で、まあ、彼のやっぱこう得点能力の高さというところはやっぱあれだけ内が締めさせますよね、はい、さて横山の右足と鳥栖の方は得点の匂いしますね、はい、一方の俵積田、得意な位置に俵積田、わずかに枠の外でした。さあワンタッチで松木玖生が走ってくる。松木、さあ松木ボックス内、松木だ、松木の左足、惜しくも枠の外。さあ小泉ふわっと浮かせてバングーナガンデカシーフ、中にディエゴ・オリベイラ、バングーナガンデからディエゴ・オリベイラ、 FC 東京5試合ぶりの勝利。アウェーでの突戦で価値ある勝ち点3を積み上げました。
さあ両チームのプレイヤーたちがピッチに登場しました。2024シーズン第17節サンフレッチェ広島対ジュビロ磐田です。両チームともキーになってくるんじゃないかなと思いますね、はい、サイドアタックがストロングポイントです。広島です。広島同様サイドからの攻撃が一つフィニッシュワークで多い形、ジュビロ磐田です。クロスの本数はリーグ3位です。前半の45分のスタートです。まずはセンターバックの中野、長いボールで前線に送ります。先に体を当てたピエロス・ソティリウです。クラス1で3センターバックそのままです。3枚で回した広島、加藤、大橋、細かくつないでピエロス、サイドの東のクロスボール、川島キャッチです。クロスですね。確実に、ね、点取るあのシーンって出てくると思うので、続けていってほしいですね。面白いクロスを蹴り込んでいきました東俊樹です。平川、松原、出し入れ、7番の上原です。 おっと取ってピエロス、高い位置で引っ掛けて一発、ピエロス・ソティリウが決めました。サンフレッチェ広島先制です。1対0、一瞬の隙、決めたストライカー。ね、ここの、まあ、ジブロの連携ミスからですけど、まあ、よく、ね、松本大志選手ですかね、いいプレッシャーからボール奪いましたよね、あとは落ち着いて決めるだけという形ですけど、まあ、ジブロの選手は逆にもったいないですね。ちょっとここまですごくいい守備が目立っていたので、まあ、上原選手もねちょっと後ろ気づいてなかったかもしれないですね。少しでもシュート完璧ですね。新旧日本代表守護神対決です。サンフレッチェ広島対ジュビロ磐田、前半終了です。1対0広島リードで折り返します。10番の山田裕樹ボールの前にいます。後半の45分のスタートです。リカルド・グラスター、左足で長いボール、点を取りました。後半の立ち上がりはまず背後に背後にというプレー選択、入れ替わったピエロス・ソティリュー、使った左足、ナイスキーパー川島、レジェンドキーパー川島止めました。つないだピエロス、つないで左の東、東はよく見てクロス、ピエロススルーで加藤が来た。佐々木翔、さばいて東のクロス、いいボール、ピエロス、東俊樹のピンポイントクロス、中で待っていました。キプロス代表のエースストライカーピエロス・ソティリュー、今日2点目、2対0、サンフレッチェ広島です。やはりサイドからでしたね。まあ、ここでね一旦相手に奪われましたけど、ね、いい二次攻撃、コーナーキック、広島右足でアウトスイングで新井です。ニアサイドのボールこぼれてクッションコントロール、東のコントロールショット、まあ、出ると開くところがある広島、ついていきます。切り返して新井の左足、こぼれてピエロス、東の左足、波状攻撃、サンフレッチェ広島です。ここもノーファール、前を向いた状態で大橋の左足だ。さてまだ分かりません。松原クロス、上原、松原、いい左足を持っています。抜き切らずにクロス、古川の左足、こぼれている、プッシュできるか、大迫キャッチです。いやー、中村のさばきです。マテウスペイショット溜めて右、ブルーノジョゼ、ブルーノジョゼ、ブルーノジョゼ、ここで試合終了の笛です。広島の王様ピエロス・ソティリュー2発、2対0、上位追撃態勢万全。
まあ、ダゴと鈴木が縦関係の 4-2-3-1 が予想されています。まあ、特にクラブから怪我という発表はありませんが今日はベンチからも外れています。さあ、木村主審の笛が鳴りました。前半の開始です。エドガルドは横の上島に預けます。関川です。すぐ渡辺浩太からの守備でボールダッシュ。井上シュート、こぼれた。横に天野、うまく浮きます。浮いた天野の後ろから加藤も上がってきた。うん、クロスかシュートか、ヤンマ天使得意の左を振りました。上田の頭、まだボックスをちょっと出ただけ。右足だ、ゴータナイスキーパー、いいくらしのぎました。オフサイドです。一人が一番危ない選手をさっきからブロックして走らせないようにして、はい、上田の頭飛び込んでヘディング、素敵だ。これぞ鹿島、センターバックの頭から頭、上田から関川、追いつきました。鹿島アントラーズ32分、を引き継がれてきたものです、うん、今の得点は上田の折り返し、まあ、でもこれは出てますかね。はい、そうです。はい、エカルドが得意です。さあ、中盤で奪って佐野が縦パススルーから鈴木優馬から野々がいた、野々がいた、左足。佐野回収が本当にいいか、笑ってしまいました。ありがとうございます。おっと、ワンタッチ、野々踏み込んだ諸岡、うん、転がした、後ろから来た、右足ちょっと上でした。しかしながらこれは崩しました。諸岡低い球、フリック、上島が頭から突っ込んだ。長戸左足、もう一回左足、これはどうかな。素晴らしい守備対応でした。これで前半終了の笛が鳴ります。勝ちに行くだけなのでそこまで気にしてないですけど、そうですか、はい、やっぱりジーコさんが来てるっていうのは、はい、あの気合が入ります。気合は入る、絶対に勝たなきゃいけない。さあ、ラゴ抜けて探してあげた、あ、チャンス、ヘディング、こぼれ球、左、鈴木優馬、より先に触ったのは名護です。シャブリッチ、クロスバー、無回転気味に狙ってきた。またまたコーナーに引っ張りました。言われて変えてるか。圧力がすごいんじゃないですか、選手たちの。この交代ですと林さん、少しキャラクターが変わりますか。そうですね、はい、インサイドハーフの上中のところよりそのゴールに関わるっていうシーンは増えてきそうですね。右のところヤンマテウスはなかなか来づらいと思う。最後で知念、名護が場所を開けた、うん、後ろからノーノが来た、踏み込んでノーノ打った、シャブリッチはゴール前に入ってったの、飛び込んで面白いボールが来た、関川セットプレーから鹿島追加点、3-1、ゴールでしたね。秋月選手持ってますからね。宮市カットインした、ゴール前、上中が入ってきた、加藤蓮です。水沼、木田のワンタッチ、ここで試合終了の笛が鳴りました。コメントもしていた中では、まあ、これはあの
両サポーターにとってもちょっと楽しみ、ね、うん、そうですね、選手になりますね。そうですね、期待は高いですよね。しっかりと陣形を取り、どう奪うかっていうところをね、しっかり表現してますから、こううまく動きながら相手の陣形を崩しながらどう背後を取っていくか、まあ、そういったところを。一方連敗ストップ、さらには下位脱却へという新潟、対照的なスタイルの両クラブ、 J1 の舞台では初めての顔合わせです。前半キックオフになりました。いち早く反応していたのは平川でした。コミです。コミのドリブル、コミ預けて、セカンドこぼれた、コミだ、コミ、コミシュート、チャンスがなかなか作れていなかった新潟、前半の24分、先にゲームを動かしました。小見洋太、今シーズン初ゴール、まあ、ここでうまく、ね、体前に入りながら、ちょっとここで失いかけたボールでしたけども対応してましたしね。これが繋がって拾った小見、ちょっと中の様子を伺ってファーサイド、谷口ヘディング、長寿のカバーです。ただここ奪った町田、今度は町田のカウター、富が止めましたがセカンド拾った、プレーオンです。平川、3対1、さあ平川、平川中へ、すぐさま1点返しました FC 町田ゼルビア。日本代表コンビ、平川から藤尾、いやここでちょっと失いかけたけどよくカバーしましたし、ここからここも高い位置で引っ掛けた、柴戸シュートだ、サイドネットです。谷口が動き出します。そこを狙ったトーマスデン、谷口セカンドボール拾った、長倉、守備の時には新潟は前線2枚、長倉と鈴木の2人で見ます。平川に対して奪いました早川、谷口背後へ、長倉に渡ります。長倉対柴戸、長倉、長倉落として谷口、こぼれた、押し込んだのは右サイドバック、藤原壮也、再び新潟1点のリードとなりました。藤本切り返す、藤本落として左足ブロック、トーマスデン、もう一回サポート、アディショナルタイム目安の4分内に入ったところで笛が鳴りました。前半が終わりました。ゴール前、そういうのもあっての失点にはなりましたけれども、同点に追いつかれて結果的には逆転負けというゲームもありました。サンホ選手はその左に入りましたね。あ、そうですね、はい、サンホは左に入ってます。藤尾が収めます。ちょっとタッチ長くなったところ、ただセカンド回収、サンホ、藤尾、藤尾パス、平川、そういった攻撃っていうのは非常に、まあ、前節までも見せてましたけどね、平川だ、平川パス、荒木だ、ブロック、林からクロス、ファーサイド望月、小島のストップです。ゲームが終わりました。場所みたいなところに
っぱり一日でも早く、はいはい、あのファンの皆さん、サポーターの皆さんもね期待してると思いますから、そうですね、まあ、そういう意味では今シーズンはすごく良いシーズンを送ってるんじゃないかと。今日は鈴木純之介が3月の17日浦和戦以来の早からの復帰、まあ、今季初スタメンということになっています。まあ、リンクマン的な役割で鈴木徳馬がどれぐらいボールを触れるか、いい形で右左散らしながら、試合が始まりました。さあ長いボール入れていこうという形、まずショーラン・ベルマーレというか、ここは岡本からファーサイドへのボール、ヘディングシュートはバーの上、惜しくも枠を捉えることはできませんでした。田中さとしから次のワンタッチで平岡、もう一度中へのボール、さあこの中に入っていってマイナス、ここからできなのシュート、ディフレクション、アクセルはありませんでした。いや、ありました。さあ福岡からというボールになります。ウェルトンを残しましたが、小安でキュート、一度その上、ちょっとずれてしまった鈴木徳馬、そして山下からのボール、サビだ、後ろからのつなぎ、そこを見逃しませんでした。打開してボールを奪って最終的に決めたのは宇佐美です。先制アウェー、ガンバ大阪。いや、この時間帯までやっぱり湘南でしたもんね、はい、やっぱり一つのミスを見逃さないですし、うん、はい、または上がりません、オフサイドありませんでした。ハンダリフに渡せ、さあここでダワンから縦パス、宇佐美スルー、そして坂本、そして宇佐美のシュートは惜しくも枠の左でした。キープをする、ヒールでこれ繋いで、そして岡本から中へのボール、ファー流れていてボレーだ、ブロック、ハンドを要求します。鈴木明人のボレーでしたけども、ハンドなしというジャッジ。今日もまだここまで失点がないガンバ大阪です。そしてここで前半終了の笛ということになりました。前半はこの宇佐美の得点のみが入ったという形になりました。シャツがホームの湘南ベルマーレ、そして左から右へと攻めていきます、白いシャツがアウェーのガンバ大阪です。この位置からのフリーキックになります。さあ狙っていった杉岡は強烈でしたけども、ここは一森、ここで宇佐美、ここでボールを奪った池田からシュートだ、ナイスキーパーです、一森。肩に裏を狙う、山下を走らせる、うん、ここは杉岡触るセカンドボール、宇佐美だ、宇佐美、宇佐美から裏に山下を使う、ああ池田、ここは杉岡と当たりましたけど、そして何度もガッツポーズ山下けども、やっぱ湘南の最終ラインがぐっと押し上げているので、まあ、その背後というのは常に狙っているということですよね。この後半何本もありますもんね、ガンバの方は、うん、意図的にという話もありましたもんね。意図的にだと思いますね。もうまさしく後半狙ってた形じゃないですか、うん、宇佐美キーパーの逆、しっかりと決めていきました。今日自身2得点、落ち着いてました。そうですね、ガンバ大阪リードを2点に、鈴木下がって阿部とルティアが入りました。2点を追いかけるという湘南です。さあそしてコーナーキック、阿部が蹴ります。中央へこぼれている、押し込めない、ここも耐えました、ブロックだったようです。さあそしてコーナー、阿部からニアへ、ファー流れていく、押し込んだ、1点返した湘南ベルマーレ、最後押し込んだらルキアンのようです。さあここからのクロスボール、ニアで跳ね返す、そしてここで長い笛、耐えましたガンバ大阪、最後攻めた。広瀬は攻撃パターンが一辺倒で、プレスに来ない相手に対する工夫が必要なんじゃないか、そんな風に話していました。いくらでもセカンドボールの回収も含めて
やっぱ狙いどころをしっかりと持ってボールを奪いに行くことと、まあ、井出と佐々木と、まあ、後ろに長谷がいるということで、まあ、長谷の上がってからのクロスも武器ですし、今日は水沼さん、およそ5万人近く入るんじゃないかという予想があるんですが、再スタ素晴らしい雰囲気ですね。いや本当ですね、天気もいいですし、はい、いいゲーム期待したいですね。まずは後方からロングフィード、長谷が蹴りました。大外に今山川が立っています。長谷入れました、高いボール大外、待っている武藤、折り返し、こぼれました。ナイスキーパー、大迫のヘッドよく触りました西川。大迫落としてきた、西川です。佐々木、ニアで擦らすようなヘッドでした。入れが入れます。頭に当てたボールは酒井豪徳、左足で入れました。武藤フリック、大迫、こぼれ球、シュート、先制ヴィッセル神戸。クロスをつなぎ大外で井出張也です。神戸時代がクロスが全チームで一番なんですけど、やっぱその回数を増やしていって、まあ、相手がやっぱりボールオーチャーになる、まあ、それを見逃す。山川、扇原下げてマテウス・トゥーレル、初瀬入れます、大迫、ビッグセーブです。西川、いいボールでしたし、はい、渡辺、岩尾が入れます。ショルツが捨てる、つない拾った、ジアゴサンタナ、左足強振しましたけれども、前川です。ここで笛が鳴りました。中島翔也、左のウィング、サルバッケ、右のウィング、ポジションを変えました。まあ、どっちになるかですよね、右と左と。そうですね、はい、中島翔也左にして、ソルバッケン右ですかね。ギリギリですね、今の大谷のボールが通っていれば。石原クロス、中央受けた、伊藤、反転から左足、最も怖いところに入ってきました、伊藤敦樹。押し込まれてはいますが、神戸には、まあ、本来持ち合わせている硬さはありますからね、はい、ウスタフソンから、さあ伊藤前向き、落としたボール、西原がさらに前向き、ソルバッケ、カットイン、中島翔也だ、中島打った、浦和のナンバーテン、中島翔也、コントロールショットを突き刺しました。見事でした。本当ですね、中島翔也のフィニッシュワークもそうですけど、やっぱりソルバッケンが右に入ったことでだいぶチャンスメイクの部分もそうなんですけど、ここでプレスに行って剥がされたのが神戸としては痛かったですね、はい、で余裕を持って仕掛けられるスペースを持った中でのソルバッケンなので、引きつけといて中、足音のコントロールショット素晴らしかったですね、はい、カットインで2人引きつけたことでスペースができましたね。だから本来いるべき大きなインサイドするかもしれないですね、大久保を右に出して。そうですね、うん、中島背後取った、チアゴサンタナ、強烈でしたが前川、中島から受け直して、伊藤から落とし、中島翔也でした。前川、最後の笛が鳴りました。激闘、勝者は生まれず、浦和レッズヴィッセル神戸1対1。前節名古屋とのアウェーゲームで連敗を5で止めた京都サンガ FC、 今日は7試合ぶりの勝ち点3、そしてホームゲーム今シーズン初勝利を狙います。日
方、攻撃体制4年目を迎えたセレッソ大阪は前節広島と引き分けました。ワンボランチですので、守備の時にこのワンボランチの脇を疲れないように守備をしたいですよね、はい、プラスサイドバックがいかに関わってくるか、まあ、ここも注目ポイントになってきますね、はい、フルス対戦となりますクソンユン、それぞれの思いが交錯します。京都サンガ FC のキックオフで前半が始まりました。まずは相手の前への矢印をシンプルに弾き返したいなという意図があると。豊川だ、まずは豊川が合わせていきました。ルーカス・フレナンデス、そういやマイクマ、ルーカス・フレナンデス持ち上がって打っていっちゃう、そういう止めました。まあ、ここはビルドアップしていきますよね。ここハイプレス行ききれるのか京都というのは見たみたいですよね、はい、まあ、豊川が行きました。ディフェンスラインの裏、レオセアラが狙っている、レオセアラ、ここはクソユンです。京都としてはヒヤリとするシーンでした。増田天満、佐藤、平戸、川崎翔太行きたいという構図が見えますよね、はい、ここまでね、面白い試合です。右足のシュートだ、平戸が右足振り抜いてきましたが、左サイド両翼とも本当に素晴らしいですし、カピシャープ選手、はい、奥のいいですよね。いや来た、スルーパスが出る、シュートだ、ここはパスを選択、先制点レオセアラ分裂が生まれますので、まあ、セレッソはそこを狙ってますね。あら、うまく収めた、打ってきました、うん、ゴールキーパーのキム・ジンヒョンが抑えています。川崎、浦戸、原太一、うん、川崎がボールを奪った、川崎粘って一瞬だ、川崎も、まあ、個の力を見せました。川崎、松田天馬粘って、佐藤京のサポート、クロス返る、来た、豊川だ、カピシャード選手とフリーですね、もう巻いてくるようなボールに向かっていくようなボールを蹴ってきました。直接狙いましたね。後半はセレッソ大阪のキックオフで今始まりました。マイクマ、ランダルクロス、原大地だ、ゴールのところ、シュートだ、京都を行きました。押し込んだのは松田天馬、ホームの京都を行きました。まあ、セレッソの選手たちは何かでね、守備ラインの選手たちが打ち合わせしますけども、はい、あ、切り替えの局面のプレスもね、距離感よくテンポよく回しますよね、はい、カプシャーバ、左足シュートだー、強烈な左足、平戸から福岡新平、そして平賀、切り返した、クロスが上がる、石見、石見だ、来た、切り返した、ここで試合終了の長い笛です。まあ、ツートップの可能性もありますかね。そうですね、まあ、3、5、2のような形で染田選手が前に入る形もありますし、こちらのポイントはいかがでしょうか。まあ、まずビルドアップの時に少し可変するような形になると思うので、両ワイドがどんどん高い位置を取って、そこのサイドのところ、あるいは前半45分がスタートしました。2024明治安田 J1 リーグ第17節です。左から右に攻めていきます東京ヴェルディ、右に尾長、ダイレクト、はい、おー、木村が狙っている、抜ける、木村雄大、1対1外した、倒れる、これは
ましたイエローカード。このオナガ選手のワンタッチですよね。やはりこう前にかかったマンツーマンので札幌のエディン選手前にかかった後のスペースをワンタッチでこう使うことによってやはり木村選手のスピードと体の強さを生かしましたし最終的に、ね、こうやはりかかっているので PK 取れたので、まあ、前半の早い時間帯でしたけれど もういい攻撃一つ目で得点のチャンス作りましたね。はい、スノアかかった決めました木村雄大落ち着いていました東京ヴェルディ先制です。落ち着いてましたね、はい、後ろから出ていく駒井、駒井が上げる鈴木武蔵まだあります。ババ落とす荒野狙っていくリフレクションあってゴールイン同点札幌追いつきました。出てくるので、ね、厚みなら攻撃できますよね。ここはヴェルディいいカット森田光輝引きつけてスルーパス染めの追いつき染めの染めのゴータイミング外して染めののフィニッシュヴェルディ勝ち越しカウンター森田光輝が東京ヴェルディの陣地内の中でのボールダッシュでしたから、ね、全体的にラインを上げて森田光輝置くようなパスをダイレクト木村入ってきてミキコントロールミキミキヴェルディ3点目出してやはりこう対応できなかったサポートの中でワンタッチでここのボールですよね。コントロール少し流れてしまったんですけれども逆サイドにこのグラウンダーのこの鋭いシュートも、まあ、最終的にポストに当たってサポートディフェンダーに当たってっていう形でしたけれどここで前半終了です。ホームのヴェルディ3対12点リードの折り返しとなりました。後半がスタートしました。北海道コンサドーレ札幌のキックオフでスタートしています。立ち上がりのコーナーキックです。後半スパチョークのキックヘディングシュートだー1点返した近藤斉藤光介から背後へ木村が抜ける抜けた木村雄大強い木村雄大山見ワンタッチ背後抜けた染野また抜けている染野切り返しうまい外して染野一球うまいドラストうまい染野あとはもう本当に逆サイドにお手本のような奪い切った菅原小前が行く股抜き小前えぐってラストバッター1点返した原光介です。小前の仕掛けからフォーメーション4-3-3です、まあ、どちらも怪我人や出場停止など、まあ、なかなか固定できない状況ではありますけれどもちょっとやりくりが大変ですね。そうですね、最終ラインやっぱりやりくり大変ですね。予想通り左のサイドバックに立花田が立ってます。そして右のサイドバックに大南です。今日1本目のコーナーキックです。フロンターレ瀬古が柔らかいボールを入れてファーサイド流してきた先行川崎大外は41番の家長食べて後ろから泉かわしに行く麻酔拳抜けたヘッドこぼれたが流し込めない人数は揃ってましたが
おっと滑りました。三國奪って決定機、家永かわしに行く、右足、相手のミスを見逃しませんでした。今日2得点です、家永。行きましたらやめます。これはコミス、溜めて左サイドで山内、中にゴミスと遠野、脇坂が近づいていきます。打ちに行く、カットインからフィニッシュまで行きました山内ひなた。前半終了のホイッスルです。家永2得点、フロンターレがリードしてハーフタイムを迎えます。僕が現役20年前の現役の時は大丈夫だったんですよね今ダメなんですよ、厳しいんですよね、色が勝っちゃうとダメなんですよ ね、厳しいんですよ ね。後半のスタートです。山内も負けていません。そうですね、まあ、稲垣のプレーに対してかなり大西監督が、ね、抗議してましたけど、家永縦パス、これは流れましたが、おー繋がってゴミス、オフサイドフラッグが上がりましたが、ゴミスは違うんじゃないかとアピールしています。あったんですけれども、このルーズになったボール、ちょっと出てましたか、どうなんですか、触ったんですかね家永がその前に。こちらにしてもちょっと出てるような感じでしたけど ね。しかしシュートはすごいですよ、難しい角度でしたけれども、はい、まあ、これだけ怪我で戦列を離れたというのは山岸自身も初めての経験になります。永井が持ちます、打ちに行く、おコスマ、距離もありましたし、少しねゴールとキーパー見ながらですけど、チョン・ソンリョンにしてみると大南でちょっとシュートの軌道見れなかった、見えなかったと思うんです。少し反応遅れましたよね。米本ダイレクト、これは戻りオフサイド、プレーオンです。長い山岸抜けてきます、これ球来る、このブロックで森島、いやー体を張りましたフロンターレ。川崎のスルーパス、瀬古から山内、横パスが家永、ゴミス、いやーオフサイドか、綺麗に崩しましたが再びフラッグアップ、確かにちょっと出てたような感じはしますねゴールパフォーマンスではありません、ゴミス。ここはオフサイドですね。あ、ここはオフサイドじゃなかったんですね、失礼しました。本当に前の選手で今言ったように前からプレッシャーかけてもらいたいってことでしょうね。こぼれてきました、1点を返します。やはりいいボールから得点が生まれました。効果的ですよね、長井の終わりました、2対1。柏先制、福岡追いつき、そして試合終了間際、柏のゴールで劇的な柏の勝利という一戦でした。今日どんな試合になっていくんでしょうか。ただ今日は雨含んでるんで、この辺の影響もないかどうか、ここも彼らの判断というところは注目ですね。今日はザヒディ出場停止で最前線にベリントンで、グローリ出場停止で最終ラインには亀川が入っています。前半は右エンド柏、左エンド福岡、今前半スタート、豊島がいきなりボールを展開しました。詰まる、浮かせて中央、飛び込んでくる、犬飼のヘッド、バーの上、サミオ、豊島が戻して次ね、ミドルシュート、わずかに横です。ここも拾った柏、
シブブス、サビオ、背後、細谷だ、細谷浮かせた、ナイスキーパー、キーパー村上、三つ丸と動きです。宇野木狙っていく、枠の外、田代はセーフティーに蹴ってきました。サビオのシュート、キーパー正面です。攻撃に関してですね、そこは感じますね。今度は福岡ボールを持って小田シンプルに上げる、飛び込んでいく、あっとこのボールがゴール、先制福岡、クロスボールから先制です。まあ、今日は雨のコンディション、それを生かすような早めのクロスで、それがゴールに直結です。そうですね、これ小田からキーパーと最終ラインの間ぐらいに、さあゴール前にはウェリントン、田代前へヘディング、ディアメヘディング決まって0対2、追加点が入りました。ニアで飛び込んだのは小田でしたでしょうか。あ、小田ですね、すごい、この前のボール、このニアのところ走り込んできて、白井の前ですよね、入ってバックヘッド気味に、これやっぱり雨の影響もやっぱあるでしょうね。ボールがちょっと重くてうまく当たれば速度が上がるって言いますかね。キーパーも触ったとは思うんですけれども、対応できなかったですね。これセット、ベリントン狙う、キーパー正面でした。守備陣は福岡はファイバック、中央へ細谷、跳ね返り、マテウス、サビオ、サビオボレー、プレースタイル的に縦にも速いですね。今長いホイッスル、前半終了です。0対2、福岡がリードして試合を折り返します。さあ後半です。福岡ボール、亀川の浮き球です。ターゲットウェイントン、今日は復帰戦ということになっています。今シーズンリーグ戦は5試合目。さあスルーパス、サビを折り返し、浮かせてヘディングシュート、クロスバークリア。今日は復帰戦ということになっています。今シーズンリーグ戦は5試合目。さあスルーパス、サビを折り返し、浮かせてヘディングシュート、クロスバークリア。柏ビッグチャンスでした。木下です。今のも決めないといけないシーンでしたね。今もスルーパスは島村だったと思います。サビオ上げていく、ファーサイド、チエゴヘッド、ナイスキーパー、キーパー村上よく反応しました。あ、ナイスキーパーですね。小島から中央フリーです。サビオ、さあカウンター、前には木下、右には福谷、サビオから福谷へ、やシュート、枠にはいかず。今ホイッスル、試合終了。0対2、勝ったのは福岡、ルヴァンカップのリベンジ成功、そして今シーズン初の連勝です。